2023年6月20日、今お昼ぐらい帰ってきたところです。今日はボンズに行ってきました。で、この辺は見切り品のペーストリー、6ドル99が2ドル99、5ドル99が1ドル99、これは7ドル99が2ドル99でした。子どもの学校が終わって気がついたのは、スナックをお弁当に詰めなくていいので、おやつはあんまり買わなくていいということです。ブロッコリーとカリフラワー、これはいつもはグローセリーアウトレットで買っているんですが、ちょっと今週多分行かないので、ボンズで買ってみました。かなり小さい1パウンドずつですね。それが定価で1ドル99で買ってきています。人参ももうなくなってしまうので、これ2パウンドですね。2パウンドで1ドル99で買ってきています。コーンは今週特売ですね。1本40セント。広告には10個で4ドルっていう書き方されていますけれども、私は5本だけ買ってきています。5パウンドのこの皮が薄いタイプのゴールドポテト、これも定価で5ドル99で買ってきました。画伯の歯の関係で離乳食っぽいものを作るときに結構使っています。今日狙っていったのはトライティップです。で、ちょっと間違えて2つ違う種類のを買ってきてしまいました。で、狙っていったのはこちらのパウンド4ドル99のですね。で、定価31ドル64が19ドル76まで下がっています。これ見かけこんな感じ。で、こっち同じトライティップなんですけど、ちょっと違いますよね。で、こっちがパウンド6ドル99に下がっていました。25ドル87セント、これ67かな。それが18ドル10セントに下がっています。この違いはですね、この安い方は白い部分かなり残ってますよね。トリムしてない。これを取り除くとパウンド2ドル高くなるということです。こっちは自分で取り除いてくださいっていう感じで安くなっています。はい、これも For You っていう事前に家でアプリでポチッと押していくと安くなるっていうディールなんですけれども、今週このケージフリーの1ダースの卵が定価は2ドル99なんですね。それが1ドル97になっていました。そして最大4つまで買えるディールなので4つ買ってきています。というわけで今日のボンズでのお買い物はこんな感じですね。支払ったのが70ドル41セント。もうすごい短い今回のレシート。で、節約したのが全体の 25%、22ドル94セントでした。以上です。